和紙の手すきを体験されました初めての地方公務として佐賀県を訪問中の愛子さまは3年前の土石流災害から復興した和紙工房を視察されました和紙の手すきはこの地域で300年前から続く県の重要無形文化財ですが昭和の初めに100件あった工房は今ではこの1件だけです愛子さまは難しい奥深いですと楽しそうに体験されていました